そうなの。すごいね。あ、飛んでくってことか。そう、世の中、世の中 JPEG じゃないんだよ。マッカランダブル、すごい。お酒詳しいの？私ワイン好きなんだよね。あ、そうなの、うん、え、グラスで、うん、気になる。飲みたい香り。飲まして。香りが。ちょっと変わんないじゃん。やばいやん、やばいやばいやばい。とりあえずビールにしようかな。ね。絶対初対面じゃん。距離感。ちょっと右側がホタテになるんですが、こちら揚げも沼の利いたトウモロコシで衣を作られています。これがホタテだと。うん、ほう。フォーム、フォームだ、フォームだ。あ、確かに日本のマナー的にはあの料理の説明した順に食べるのがマナー。え、そうなの、ね、うん、でもなんかもうクラゲしか印象になくても、いや、その順番覚えてないわもう、ね、え、そうなんだ、そういうのあるんだ。あとマナーめっちゃ欲しいな、マナー系の発信を。私それ見たことあるかもしれない。本当見たことあるか、昨日フォローしたんだ。いや、そう、なんかさ、こう、フォローしたことなくても回ってくるやつってあるじゃん。あ、あるあるある。俺らからしたらフォローしないやついるよなって感じ。わかるわかる。こうやって言うからさ、ピュッピュッピュッって。そうやね。コンビニ行こう。コンビニ行こう。ね、バルアルバカ買おう、アルバカ。いやめっちゃいい。私、ちょっと前までルームシェアしてて、一緒にあのゲイと住んでたんだけど、めっちゃ楽しそう。ゲイと住んでたんだけど、そいつがあのベイスターズ好きで、ベイスターズのよく行ってた。だから横浜に。なるほどね。なるほどね。そう、つまり上なんだけど、だから今年40歳。何がきっかけでゲイとルームシェアするの？ノリだね。いや、ストーリーで募集してて、汗をかくストーリーなんだけど、してて、一人で住むと、東京って家賃高いじゃん。1K でも10万ちょいちょっとしちゃうじゃん。そのいいとこだとね、なんかその、1K でもう、プロトイレ別の新築とかってなると、全然10万超えちゃう。うん、だけど、2人でちょっと頑張って住むと、3万に住めるのね。その当時の28万、うん、結構頑張ったね。でも28万だから私が13万ぐらい出して、こう15万ぐらい出して、おで住んでたって言ったんだけど、同じ金額出してもさ、タワマンには住めないじゃん、一人じゃん。13万でタワマン無理じゃん。あ、そうそう、だから頑張って出して住んでみたいなのを本当に2週間前までやってて、ちょっとで終わったっていう。すごい喋られてて、はい、この金庫が生き残れるといい。美味しいナスだね。美味しいよね、うん、パリパリナスチップスみたいな感じ。こんな姿になってしまって、ナスだけに。ナスだけにとは私とばっかりして、ちょっと決めちゃったよ。美味しかったね。最高でした。ね、綺麗だね。カメラ持ってきたいね。あ、持ってんじゃん。めっちゃ綺麗だな。あ、これです。一般人が泊まれるホテルです。こちらがカハラです。いいですね。やっぱコンビニっすね。
彼らはコンビニのやつ合うんですよ。コンビニぐらい明るい光がね。虫みたいなもんだね。虫みたいなもんだね。明るいところ大好きだから。虫けらなんで。一旦コンビニでちょっとお酒をね。ちょっとお帰りできながら、まあすぐコースレール終わっちゃったからお酒お帰りできなかったから。行きましょう。買ってきました。いいですね。高級ホテルといったらこういうことですよね。はい。改めまして。はじめまして。乾杯。乾杯。うわ。いやすやじ。一杯1800円の水。うん、あ、そうよね。それ何本分だろう。この広い部屋でこの端っこで、うん、しっぽりストッカーを飲むっていう。やっぱ人間端っこが落ち着く。広ければ広いほど端が入るっていう、うん、すごい寂しい気持ちになるもん。なんか広すぎて、なんか四隅の距離が長ければ長いほど。いや今日はありがとうございました。いやこちらこそ私のセリフです。いい思いしかしてないんで。まさかの昨日フォローしたっていう。はい、高単価フォロワーですね。破産しないですか。破産するよ。ちょっと待って、バスローブ似合いすぎでしょ。そうなの。ガチガチ似合ってる。似合わなすぎておられるの。いや似合いすぎて。似合いすぎて広告見てんのかと思った。ちょっとお前のこと写真撮りたい。あ、そう、結構写真撮ったよ。写真撮ったよね。さっき動画回してなかったけど。いやもうだって広告の人でしょ。写したよ。AV なんだよ。写したよ。クセ強カメラマン。AV だよにしたら顔がおしゃれすぎる。そうだよ。マジで。ちょっとザラの広告とか。ああ、それはね。ザラの広告か。とりあえず飲んだ方がいいね。そうだね。うん、お酒足りてない顔してる。足りてないね。うん、なんか心ここにあらずみたいな顔してるから。ちょっと今酒飲んだ方がいいと思う。11時半ぐらいだから、まあそろそろ動画いいね。動画を終わる時間ですね。なんかキャバ嬢みたいじゃん。大丈夫そうでしょ。なんか酒飲んでこんな服着て。アフターのクオリティ高くね。高い高い。まあ一応しがない OL の服装しとかないと。全然いいよ。いや別にそのままでいいやろ。そうだよ、そのままに。私アルパカの方が飲めるからアルパカ飲んでいいですか。あ、確かにアルパカ。あ、一応チャミスルも買ってきました。今日ご紹介するのはね、こちら大学生の思い出、アルパカです。大学生の思い出。いや、何その回す技法、何それ。香りを楽しんでいい。香りだから名前。あ、そっか。名前も香りだ。香りにうるさいから。匂いじゃなくて、香り。香り高い。あ、香り高い。そんな夜に。うん、え、まださ、私本当に思うんだけど、マジで飲めるくない。いやね、懐かしい。めっちゃ飲みやすくない。これ水みたいだよね。本当に美味しい。なんだね、開けてください。シンプルに彼氏はいないの。ないないない。本当にもう2年くらいないね。なんで今ゲイと2人で住んでたしね。2年くらいちょうど被ってんのよ、彼氏の時期と。あー、なるほどね。うん、家賃高いからさ、ゲイのやってるなんかミックスバーみたいなとこお手伝いしてたのね。ミックスバー。そう、ゲイと女の子と男の子が接客するっていう。そんなのあるの。新宿、新橋。新橋。うん、ちょっと質が一気に変わった。そうなのよ。新橋にあって。そこで働いてたの。そう手伝いつつみたいな感じでやってたから。まあやっぱさ、両立できないんだよね、その接客業ってさ。彼氏とかちょっとさすがに無理で。確かに全力投球してたから。1時間3000円とかなのね。で飲み放題でボトルが入ったら売り上げの 10% バックだよみたいな。でも全然もうキャバクラよりも全然安いような感じなんだけど、売り上げ100万とかがずっと作ったすごくない？何者なの？それはコミュ力高いわけだ。与えられた環境で頑張れる人。裂かれた場所で裂ける人。あ、そう、なんだっけ、置かれた場所で裂ける人。組織の中で裂けるんだけど、一人で裂けないみたいな。だからその一から作ってるわけだ、二人とも。だからそれはすごいなって思う。できないから。でもそんな生活ももう、ちょっとやっぱ疲れちゃったから、もう同棲が終わったタイミングで、
全然もう行かなくなっちゃって新橋は。でも本当にゆっくり過ごしてるみたいな。ゲイと合計してなんか事件とかないの？あ、ゲイとの事件ってこと、うん、その二人の中では何にもない。裸見たこともない。一回り上のおじさんだからね。そうか。私口調はもうマツコだから、はいはい、もう全然男としては全く見えないって感じ。ゲイが事件を起こしたとか、あ、だから男と寝込んだりとか、あの、それは全然ある。ゴミ箱臭いとかある。なんでゴミ箱臭いの？いや、もうだから二人分だから俺みたいな時やっぱあって、言ってからなんかやけにゴミ箱が綺麗になった。今までゴミ捨てた量が全部私がしたんだけど。言うんだ。でも言った。ちょっと臭くない？なんか臭いよとか言って笑ってた気にするのよ、心は乙女だから。いや、面白いな。そういう事件はたくさんあるかな。え、いい？これ取れたかある？20万分の結構気にしてんだけど。あ、お金全然気にしないから。取れ高とか気にする人じゃなくていいから。あ、ほんと？まあまあ気にするんだけど。ちょっと桜並みないわ。確かに。なんか全てにおいて起承転結がまとまりすぎてて。キレすぎちゃう。あ、キレすぎちゃうんだ。キレが良すぎちゃうんだよね。なるほど。絶対お前ら初対面じゃないだろう感がすごい、ね。確かに。本当に。初対面です。ね、こんなリアルに Google ホームでいないからね。もうちょっと素人感出したらよかったか。じゃあもう今日の夜の動画はここまで。また明日。そうすると、ちょっと新キャスも買っていただきたいなと思いまして。あ、潜ったりとかですか？あ、そうです。ただ頭つけなければ。あ、完全に。こちらの2つの、あ、ありがとうございます。めっちゃいい感じでしたね。しかもほら、晴れてるよ。ね、思った。さっきも何だったの？貸し切り。ね、貸し切りプールが。着地見に行こう。あ、いいね。え、すごめちゃくちゃ晴れてるじゃん。ね。さっき雨降ってたのよ、マジで。いや、すごいすごいすごい。なんかいいじゃん。なんかね。写真撮りたいね、ここで。そうだね、ここだね、撮るんだったら。なんか、いい感じの写真入ってたのね。ね。可愛くないんだよね。あ、ほんと？ゴリゴリのスイング、なんか、あ、そっち系？全然可愛くないな。全然可愛くない。なんか飛び込む形やね、それ。あったかい、めっちゃお風呂マジで。もうちょっとなんか可愛いですね。やることがある。おはようございます。珍しいと思う。まだあんま見たことない。紺碧の碧、王様の王に白に。北斗七星の子、ちょんちょん。ありがとうございます。どうですか？美味しいです。美味しいですか？めっちゃ美味しいすごいね、よく俺らジャグジー入った。いや、めっちゃさっき晴れてたよね。いや、飲み方がちょっとやつミランとくれてんだよな。ありがとうございます。ありがとうございます。でしたね。振り返ってください。振り返る思い出で、ハイライト何？ハイライト言えないね。言えない、まあ、楽しい夜だったね。そうね、まあ、確かに。私は結構ストカンかな。あ、やっぱね、こういうところの最上階で飲むストカンってやっぱ味違うよね。味違ったね。気圧かな、なんか。朝起きてる
ボコボコに運んでたもんね。いい思い出になりましたね。いかがでしたか。非常に楽しかったです。僕は一番美味しかったのは白ご飯でした。白ご飯美味しかった。結局日本人の舌をしてると。ねえ、味噌汁も美味しかった。ぜひまた誰か来たい人がいたら、ちゃんとフォローしてくれたらね。ちゃんとフォローしてくれたらね。あのちょっと TikTok の方をフォローさせていただきます。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。言わせるんかい。じゃあありがとうございました。またねー。